よさの州ゅうよさの州は、日本の外交官。1904年、よさの鉄官と、よさのあ子の次男として生まれる。学校法人行政学園、第一高等学校を経て、1928年、東京帝国大学法学部政治学科を卒業し、外務省入省、在フランス日本国大使館外務所規制となる。1935年、 熊川電機社長などを歴任した、万内トラジの娘で11歳年下の道子と結婚。その後に南三女に恵まれる。長男に政治家の香織、次男にレジオンドヌール君召集バリアを軸にした、金融家の立ち、三女に詩人、美術評論家、フランス文学者のフミ子がいる。外務省大和局所属時に、日独意三国同盟に反対する見解を示す。 第二次世界大戦中は、スペイン、スイス、ドイツなどヨーロッパを中心に駐在。赤十字社との関係づくりにも尽力した。在スイス日本国大使館一等書記官などを務め、戦後はベルギー在外駐在事務所長を経て、1949年外務省、調査局長、1952年在ベルギー、日本国大使館、講師、1952年、 中エジプト特命全権公使1954年初代、中エジプト特命全権大使、1956年、中スペイン特命全権大使。1962年から、田畑政治初代事務総長の後任として、1964年、東京オリンピック大会組織委員事務総長に就任。その後、1965年には、 中イタリア特命全権大使に任命された。原子力委員会委員在任中の1971年1月25日、虎ノ門病院にて、完成昏睡で死去した。66歳没。ありがとうございます。